チャンネル登録者数2022年に行くまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもオスペンギンの山中隆俊です。さあというわけでございまして、こちらは、チャンネル登録者数が2022人になるまで、毎日茨城の豆知識を、このチャンネルでアップしていくという企画でございます。というわけで今回の豆知識はこちら。茨城面白研究所。さあ今回私がご紹介する茨城県の豆知識は大子町にあったあのリンゴ園でございます。さあこれはどういうことかと言いますと、大子町リンゴの生産盛んなんですけれども、そこにあるリンゴ園の一つにですね、椎名リンゴ園さんという名前のリンゴ園がございます。まあもうね、これはもうシンプルに、まあそれだけといえばそれだけなんですけれども、はい、まあこの名前のおかげでですね、うん、アーティストの椎名林檎さんのファンの聖地巡礼みたいな形で、ファンの方が多く訪れたりとか、それとですね、さらにですね、実はそれだけじゃなくて、有名なもう一人アーティスト、星野源さん、はい、いらっしゃるんですけれども、はい、まあ星野源さんが、まあやってるキャラクターで、まあこれファンの方ならもう皆さんご存知だと思うんですけど、ニセアキラさんと、ああ来てましたね、はい、いう名前の方もいらっしゃってて、はい、実はですね、そのニセアキラさんがもぎった、はい、まあ星野源さんですね、はい、もぎったリンゴの木というのもこの椎名林檎園の中にありますので、もう椎名林檎さんのファン、星野源さんのファンが多く訪れるリンゴ園となっております。ちなみに、はい、僕はちょっとニセアキラさん知らなかったんですけれども、はい、ニセアキラさんは布施明さんをイメージして、ご本人公認でやられてるということでございます。はい、チャンネル登録、高評価、グッドボタンの拡散お願いします。お願いします。ちょっと椎名林檎園さんは知らなかったですかね。そうですね、やっぱね、なかなかそうですよね。我々これだけですし、ちなみに僕ニセアキラさんは見ました、その映像。ああ本当ですか。はい、止まってったんですよ、そのまま。はいはい、僕も見ました。見ました。はい、バンジージャンプもね、飛んだり、ああ、そうそうそう、ああいう食べたり、温泉使ったり。ああ、DVD 買った。あ、いや、なんか見ましたね、Twitter の告知の YouTube みたいな。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。これなんですか。